はい、こちらのモンテマジックはですね、この商品ですね、GIN というマジックショップで買ったんですけども、ウルティモンテというんでしょうかね、というマジック商品です。で、ついているものはこのカードなんですが、あと説明書ですね。で、このカードがちょっと特徴的でして、ここに書いてありますけども、ラフ&スムースパターンと、いうことで、まず表向きに広げるとですね、この黒く塗ってあるところがラフ加工がしてある。まあ、ラフ加工というのは要はカードが滑りにくい加工がしてあるということですね。で、この白いところですね、ここが、スムース加工と、まあ、滑りやすい加工がして、まあ、スプレーなので塗るものがあるんです。あるそうなんですが、まあ、そういう加工がしてありますよと。で、裏向けますと、このように、なってまして、ここだけがスムース加工になってまして、あとはラフという形ですね。ですので、これ、例えばこのカードをこう反対向けると、スムースとラフが逆になって、開いた時に滑ったり、逆に重なって2枚のカードが1枚に見えたりという構造にね、ちょっと形としては複雑なんですが、逆にこの手順書通りにね、やっていくとうまくいきます。ただ、ちょっと複雑すぎて、私もカットカットで、実際に実演の動画は繋いだんですけども、手順を覚えると、この手順通りにやっていくとカードがうまくね、動くようになってます。で、ポイントとしましては、ですね、見てもらうと、まあ、難しいんですが、買った時点でここにですね、薄く鉛筆で1、2、3、4と振ってありますので、この順番に並べると、こちらの、ラフ加工、スムース加工をそのまま活かせる並び方になります。はい。で、あとは、この説明書、手順書通りに進めていくと、ご覧いただいたように、実演動画でご覧いただいたような、現象を起こすことができるというものになっておりますので、もし興味のある方はね、お求めいただいて、演じてみてはいかがでしょうか。まあ、やってみた感想としては、手順を覚えるのがちょっとね、覚えるまでが時間かかるかなという感じですね。はい。以上、こちら、GIN で買いました。ちょっと読み方わからないんですが、ウルティかアルティかモンテ、まあ、モンテカード、マジックというものの、解説動画となります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の方ね、まだの方はぜひお願いいたしまチャンネルす。登録お願いします。ありがとうございました。随時更新していきますので、楽しみにしていてくださいね。